佐賀市藩学校は第二次世界大戦中の1943年に佐賀県に設置された市藩学校である。本校は佐賀県市藩学校、佐賀県女子市藩学校などの前身諸校を含めて記述する。講習書、伝習書伝習書長崎県佐賀市藩学校、長崎市藩学校級、佐賀県市藩学校佐賀県人場。 市販学校佐賀県市販学校佐賀県女子市販学校佐賀市販学校前身の佐賀県市販学校から引き継いだ佐賀市赤松町53番地のコーチを使用した木内コーチは更新の佐賀大学教育学部に引き継がれた1966年に佐賀大学教育学部が現在の本場キャンパスに移転した後跡地には1968年から 佐賀県立博物館が建設されたほか、佐賀県立美術館が建設されて、現在に至っている。前身の佐賀県女子市範学校から引き継いだ、佐賀市赤松町19番地の高地を使用した。1948年、男子部附属中学校が女子部高地に移転し、現在に至っている。佐賀市市。 第3巻近代編明示期784ページから787ページでは、単に、講習書、佐賀県教育史、第4巻通史編604ページから606ページでは、小学教員講習書あるいは、講習書と呼称されている。佐賀市第3巻近代編明示期784ページから787ページでは、教員練習書、佐賀県教育史。 第4巻通詞編608ページでは、小学家伝習書と呼称されている。佐賀市市、第3巻近代編明治期791ページ。佐賀県教育市、第4巻通詞編619ページ。佐賀県教育市、第4巻通詞編962ページ。佐賀県教育市、第4巻通詞編983ページ。佐賀県教育市、 第五貫通紙編480ページ。佐賀県教育誌、第五貫通紙編482ページ。以降の校長名は佐賀県大百科辞典346ページによる。就任、退任年月は記されていない。校長名は佐賀県大百科辞典346ページによる。就任、退任年月は記されていない。官報第4865号。 昭和18年4月2日、佐賀大学の物語20ページ、24ページ、2016年1月3日、閲覧。ありがとうございます。